はいどうも、 BM 通信編集部あさみです。よろしくお願いいたします。今回は魔界ウォーズを、やってみたいと思います。放送を始める前にここで、謝罪を一つさせていただきたいと思います。前回の魔界ウォーズの放送中にですね、主人公アサギのキャラクターを、ディスガイアキャラクターとして、発言してしまったことをここに深くお詫びしたいと思います。大変申し訳ございませんでした。主人公アサギさんは今回メインキャラクターとして登場したのは今回の魔界ウォーズが初なんですけれども、日本一ソフトウェアさんのゲームで一番最初に初登場したのは、ファントムキングダムのソフトが、最初だったので、ディスガイアキャラと発言したのはとてもふさわしくない発言だなと思われます。申し訳ございません。正しくは、今でこそ魔界ウォーズのキャラなんですけれども、前回の放送のタイミングではまだ日本一ソフトウェアのキャラの方が、無難だったと、ふさわしかったなと思われますので、はい、ここで訂正させてお詫びさせていただきたいと思います。申し訳ございませんでした。はい、ということで今回は、改めての、仕切り直しという形で、魔界ウォーズを放送させていただきます。ちょっと時間が長くなりますがご了承ください。前回からちょっと経ってたので、ちょっとランクいってますけれども、ここは無視していただいて、これから始めるね、魔界ウォーズを始めるユーザーにとって、何かためになるような、放送をしていきたいなと思っておりますので、ぜひね、参考にしてください。はい、ではやってみたいと思います。ちょっとね、花粉症で鼻声なんですけど、そこはご了承ください。はい、今回はね、ストーリークエストを進めていきたいと思います。ちょっといろいろ解放されてますけど、ここは無視してください。第1章、新進アサギ魔界に立つ、こちらをねやっていきたいと思います。ツイッターでも報告しましたけれども、ちょっと画面、携帯を落としちゃって画面砕けてるんですね。ちょっと読みづらいので、ちょっとそこら辺はご了承ください。はい。第1話、そうだ、魔界へ行こう。こちらに一番最初のクエストとなっておりますので、やってみたいと思います。で、こちらでは意外と身近というところから始まっていきますので、ね、こちらをね、皆さんと一緒にやっていきたいと思います。はい、メンバーはこういう感じにしております。まずご新規さん、これから始める魔界ウォーズ、これから始めるユーザーさんはまず最初のチュートリアルガチャがあったと思われますが、そちらでね、自分の好きなキャラクターを引いていただいて進めていただいて結構です。はい、基本的にはどのキャラクターでも最初は大丈夫なので、おすすめ、ここでアスカミのそのおすすめキャラクターを紹介するとすれば、チュートリアルガチャのミストさんが、おすすめだと思われます。なぜかって言いますとですね、一番最初のクエストは炎タイプの敵が多いので、水タイプの、ね、キャラクターを連れていれば序盤は結構無難に突破できるんじゃないかなと思います。でミストさんは魔法タイプなんですけれども、隣接している味方の防御力を上げるというスキルを持っております。はい、なのでね、序盤打たれ強いのは結構いいんじゃないかなと、アサミ的な考えでですけど、はい、で、最初から持っている、アサギさん、フレイヤさんがいるんですけれども、フレイヤさんが序盤では唯一の回復スキルを持っていますので、回復役なんですね。なので絶対入れるという形ですね。アサギさんはね、もう言わずと知れた今回の主人公なので、僕の放送では、抜かないで最後のストーリーまで行きたいと思います。ただ皆さんはね、好きにメンツ変えてもいいんですけどね、せっかくねアサギさんが主人公として、魔界ウォーズの主人公として出てきてくれたので、アサミの放送としてはアサギさんを必ず入れてクリアしていきたいと思います。はい、スペックもそんなに悪くないのでね、アサギさんは結構強いです。はい、で、残り女剣士と女槍
がいるんですけど、アイアリ使いがいるんですけれども、まあこちらの2枠は、正直何でも構いません。ただ、草タイプのキャラクターが、ちょっと多いと苦戦するかなと思います。まあ序盤は炎タイプの敵が出てきますので、草タイプがちょっと多いと苦戦するかなと思います。はい。ということで、こんな感じでやらせていただきたいと思います。で、まあ、もうクリアしてるんで、ストーリー、お話の内容はね、別動画であげたいと思います。で、一番最初からなんかボスキャラが出てくるんですけれども、この馬ですね。まあ今回1体だけなのでね、なんとかなるでしょう。では、アサギさんのなんかアサギとアサギってちょっと似てるからちょっと言い間違えるかもしれないけど、で、朝木さんはね、銃を持ってるので、ちょっとした遠距離タイプですね。ただ、敵一体なので、今回はシンプルに倒したいと思います。まあそうですね、スキルをぶっかしていく感じで。あら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 。まあ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 。最初のクエストはね、あいつ一体なんで、全員のスキル技をね、スキル3の技をぶつけていけば、まあ、なんなく倒せると思います。今回ちょっとレベルが高い状態だったので、まあ、一発だったんですけど。まあまあ、そのレベル1だったとしても、同じです。はい。スキルをぶっ破していけば、とりあえず、さっきの馬は倒せます。で、まあ、ステージにはミッションが設けられていますので、そのミッションを達成するとね、こうやって報酬をいただくことができます。はい、次に、神の思惑ということで、こちらやっていきたいと思います。メンバー変わらず、このまま行きたいと思います。で、最初に水タイプがいると、本当に、楽なので、おすすめです。で、まあ、浅木さんはね、遠距離タイプなんですけれども、まあ、防御が弱いってこともないので、全然ガンガン前に出してもいいかと思われます。で、それぞれウェブが あるので、そのウェブを全部クリアすれば、ステージクリアとなります。まあ、一番最初はね、ステージ、ウェブが1個しかないので、1ウェブしかないので、基本的には、スキルぶっぱでなんとかいけると思います。はい、次が、明かされた謎、こちらのクエストやってみたいと思います。メンバーはそのままで。はい、ちょっとスピードがね、このタイプの炎剣士とアサギがちょっとクソ速いんで、先手打っちゃうと速攻で倒せるんですけれども、水タイプはね、本当楽なんですよ、最初は。もしくは光タイプを入れておくのがおすすめかなと思います。というのも、一番最初のボスがね、闇タイプとなってますので、ちょっと何だろう、このタイプ、水タイプ、草タイプでは、ちょっと削りがちょっと物足りなくなっちゃうので、光タイプが一体いると、結構いいかなと。まあ、回復役でね、プレイヤーさん入れてますけれども、一応、僧侶の女性も出てきますので、そちらを入れていただくという方法もあります。で、今回スキル、一番最初から使えるんですけど、クールタイムというものが設けられております。で、まあ、スキル技の一番高いスキルを使うと、まあ、大体、クールタイムが7から6あるんですけれども、なので、ウェブがね、2とか3とか、長いウェブのクエストでは、ちょっとスキルの使うタイミングとかをね、考えてやった方がいいかなと。で、次が、思った以上の連戦、こちら4ですね、やってみたいと思います。はい、ノーカットでお送りしておりますので、ちょっとね、
駆け足気味で行かせていただいておりますが、次の放送からね、ちゃんと編集させていただきます。まあ、最初なのでね、リアルタイムというか、まあゆっくりまったりやりたいと思っています。まあ、ちょっとねキャラクターがねちょっとレベル強いんでね、だいたいワンパンで倒せるという。で、アサギさんのちょっと必殺技を見せましょう。まず一番最初のスキル、マジカルバズーカ。で、こちらは縦一直線に攻撃できる技で、攻撃終わった後に敵を1マスずらすことができます。結構ね使い勝手がいいと思います。はい。で、オナケイさんのスキルも縦一列一文字スラッシュですね。こちらはね縦用ゲーム機でおなじみの方ですね。でミストさんの、スキルはですね、こちらも縦に攻撃できるフリーズゲイル。これは当たるともう一発でやられましたけども、さっきのフリーズゲイルは敵に攻撃ダメージを与えるとともに、その場から動けなくするという効果があります。なので遠くからねボスを狙って攻撃を放てば、ボスをそこの場から動かせなくすることができるんですね、一旦。なので結構使い勝手がいいかなと。ミストさんはそういう分にはいいかなと。次が、次がボスですね、魔人の力、5ですね。今クエスト5まで来ました。こちらでもうボスです。さあ早速どんなボスがいるのか、楽しみですね。でメンツはこのままでいきたいと思います。花粉症だからちょっと喉もやられてるもんね。頑張っていきます。はい、来ましたプリニーです。皆さん、青いプリニーはご存知ですね。赤いプリニーは、炎タイプだから赤いプリニーなんですけれども、今回、プリニーがすごい強化されております。まあ、ゲームをね、ディスガイアシリーズをやっている方はもうご存知でしょうが、まあ、投げると爆発するというイメージなんですけれども、今回、魔界ウォーズのプリニーは、まあ、投げることができないんですけれども、なんと、倒すと爆発するんです。つまりは、倒すと半径1マスのキャラにダメージを与えることができるようになっております。これね、多分ディスガイア6とか今後発売された場合、多分プリニーのスキル変わるんじゃないかと。これ画期的だと思う。プリニーはほら投げると爆発するっていうのがもうシリーズ同じなんですけれども、やられた時も爆発するってなると、結構プリニー雑魚キャラっていうイメージがあるけど、結構バカにできない感じがします。で、この魔界ウォーズのプリニーは本当にバカにできないので、はい。あ、来ました。はい、最初のねクエストのボスはなんとエトナさんです。なんとです。もうなんかここで詰む感じはしますよねエトナさんっつったらもうかなり強いことで有名ですから、もう魔人ですからね、今や。お、速い。スピードが速い。セクシービーム。なんか、状態異常になっておりますが。で、そう、最初はこのタイプの、敵キャラしかいないんですけれども、ボスのエトナだけは、闇タイプで来るので、光が一人いると、結構楽かなと。まあ、その光タイプの、魔法使いだったらちょっとあんまり恩恵がないのですが、ちょっとね、ちょっとエトナさんは強いかな。でもなんかブッパできそうなんで怖い。どうせならね、このミストさんの一番強い技を見せておきましょうか。じゃあ行きましょう。ゴー、アブソリュートゼロ。こちらがミストさんの超必殺技ですね。ちょっとレベル高いんで多分一発でやっちゃいましたけれども、序盤のエトナさんは本当に強いので、ちょっと油断すると、
やられちゃいます。ただエドナのね技自体はちょっと複雑な感じの、まあ、例えばさっきのセクシービームなんてハート型のマスになるわけですから、ちょっと使いづらいかなと。ただ一番強いエドナの必殺技を使うと、エドナの周囲1マスだったかな、覚えてないんですけど、にそのなんか攻撃が来るんですよ。それちょっと強いので、はい、まあミストさんがいればね、まあ大丈夫だと思います。だから序盤にスキルを貯めといて、ミストさんのねアブソリュートゼロじゃなくてフリーズゲイルを放ってエトラを動かさなくさせるっていう手もあります。一番真ん中に置いたのはそういうためです。はい、ちょっとスキルをね最初の段階で使ってしまったのであれだったんですけれども、まあ、こんな感じでね第1話はこんな感じです。第1話のボスがエトラさんだったので、まあそれの対策としてね、ミストさんもしくは光タイプのねバルキリーとかを連れていくといいかなと思います。はい、ということで、今回は、例にて終了させていただきたいと思います。まあクエストいっぱいあるんですけどね、最初なんでね尺があんま伸びちゃあれなんで、ここで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。またね次の動画ではもっと詳しくお話しさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますので、PM 通信編集部あさみもしくは PM ゲーマーで、検索していただけると、出ますので、よろしくお願いいたします。またeアミューズメントアプリの、SNS もやっておりますので、そちらもねあさみで検索していただければいいかなと思われます。ぜひフォローしていただく、いや言えない、久しぶりの実況なんでね、はい、ぜひフォローしてください。よろしくお願いいたします。またね。